皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。日本には独自の文化やルールなどが数多くあり、多くの外国人にとって日本は極めて独特に映るといいます。しかし日本特有の変わったものは日本に住んでいる場合は意外と気づきにくいですよね。今回は渓谷のネット掲示板で話題になっていた日本に住んで驚いたことという投稿を少し解説を加えながらご紹介いたします。私は日本で5年暮らしているけど、住んでみて驚いたことや羨ましいと感じたものがたくさんあったわ。正直ずっと日本で暮らしているとその生活に慣れてしまって、もう渓谷には帰りたくないと思ってしまっています。今からいくつか紹介していくね。自転車専用駐輪場が多い。ソウル市内でも最近は自転車を見かけることが増えてきたけど、渓谷人にとって自転車はまだまだ生活用ではなく健康のために乗るもの。しかし日本は自転車を誰もが当たり前に乗る国。そのためほとんどの場所に自転車の駐輪場が用意されているの。学校にもスーパーにもデパートの前にもマンションにもある。もちろん全ての建物の前にあるわけではないけど、都会だと周囲を探せば見つけることができるわ。有料無料で分かれていて、会員制で運営するところも多い。自転車人口が多いからか、渓谷の道で自転車に乗るのは危ない場所も多いけど、日本は自転車専用の道路もきれいに整備されているわ。一人で外食。渓谷の飲食店では2人前から料理が提供されることが多く、一人で外食することはほとんどない。だけど日本には様々な飲食店があって、立ち食いそばやファーストフード、お一人様専門店もあるの。日本に来た当初は一人でご飯を食べるなんて寂しくないの?と思っていたけど、最近は自分のペースで食べれて自分の好きな店に行けるから完全に一人ご飯にハマってしまったわ。日本では一人でランチを楽しんだり、一人でカフェでまったりするのはよくあることですが、そういった文化がない国も多いようです。例えばスペインやギリシャでは食事は大勢でするものとされています。そのため一人で食事をしているのは奇妙に見えるのだとか。一人で食事をすることに違和感があるため、一人の人を見つけると近くのテーブルの人がこっちに来る?と声をかけ、自分たちのテーブルに混ぜようとすることも珍しくないといいます。声をかけられると戸惑うと思いますが、そこはお礼をして混ぜてもらうことがマナーのようです。日本は一人焼肉、一人カラオケ、一人飲みなど旅館やホテルでもお一人様向けのサービスが充実しています。しかし日本以上にお一人様に優しい国はないようです。欧米はカップル文化が根強くあるので、特に女性一人の行動はかなり不自然に映るんだとか。たとえ独身だとしても、外食するにしても出かけるにしても異性が必ず同行することが一般的です。逆に一人で食事をするときはデリバリーを頼むようです。お風呂。渓谷の一般的な家庭のお風呂はシャワーだけが多く、浴槽がない家が多い。私もシャワー室にトイレがある家で育ったけど、日本に来てびっくりしたわ。日本では古くから温泉文化が浸透していて、湯船に浸かる機会も多くなるの。毎日湯船に入ることは体もしっかり温まるし、素晴らしい文化だと思うわ。世界的にもお風呂好きとして知られる日本人。ライオン株式会社では日本人と日本在住の外国人を対象に入浴スタイルや体の洗い方について調査しています。それによると、毎日浴槽に浸かることが多いと回答した日本人の合計は 64%、 それに対し外国人はわずか 27%。 外国人で一番多かったのは浴槽に浸からないことが多いで、
やはり浴槽に浸かってバスタイムを楽しむ習慣があまりないことがわかります。さらに同調査では、洗うときに手が届きにくい背中に着目して、日本人と外国人それぞれで背中をしっかり洗っている割合を調査していました。日本人も外国人も大半はしっかり洗っている、まあしっかり洗っていると回答。その一方で、水湯をかけるのみか体は洗わないと回答している割合は、日本人が 2% に対し外国人は 15% いたようです。日本人にとってお風呂はリラックスするところという印象が一般的ですが、欧米ではお風呂は単に汚れを落とすところと考えている人も多いといいます。調査結果からも、世界的に見て日本人はお風呂に対する意識が高いことがわかりますが、世界的には水不足が深刻化する国も少なくなく、日本の水資源が恵まれていることも大きく関係しているようにも感じますね。水道水。渓谷では水道水をそのまま飲むことは基本的にしないこと。日本は世界でも珍しい水道水が飲める国で、ミネラルウォーターなどを買わなくてもいいし、水道水をわざわざ沸かしたりしなくてもいいのはとても便利だったわ。帰国した時、水道水を使ったお米が本当にまずく感じた。渓谷では水道水から幼虫が出てきたり、茶色の水が出てきたりとかニュースになるけど、日本では全くそんな心配は必要なかったわ。日本の水道水は定期的に約200種類もある検査を行い、浄水場で水の汚れを取り除き、塩素で細菌などを消毒した状態で届けられます。こうした厳重な検査を行い、水道設備を万全に整えているからこそ、日本の水道水は高い安全性を保てているのです。日本ほど設備が整えられている国は世界ではかなり珍しいと言えます。また市販されているミネラルウォーターにも、厚生労働省によるガイドラインが設けられていて、ろ過や加熱などの処理が必要です。国が定めた基準やガイドラインにより、私たちは安全な良い水を口にできています。世界を見ても、水道水をそのままでは飲むことのできない国の方が多く、水道水がそのまま飲める国は世界196カ国のうちわずか15カ国ほどしかないと言われていて、アジアでは日本とアラブ首長国連邦の2カ国だけになります。お会計前に食べない。渓谷でも一般的にはスーパーなどでは後払いがルールとされているけど、お会計前のものを食べたり飲んだりしても、空きパックなどを持っていけば支払うことができるところもまだある。いまだにショッピングカートに乗った子供がまだ会計する前と思われるお菓子や飲み物を口にしているのを私も見たことがあるわ。しかしこれは絶対に日本ではやってはいけないこと。神社をよく見かける。洒落た神社はなくても、小さな神社はかなり高い確率で一つや二つは必ず見つけることができるの。多くの渓谷人たちがお寺と神社を混同しているけど、お寺は渓谷と同様仏教の建物のことを言い、神社は日本の土俗信仰の神様などを祀る建物のことを言うみたい。日本にはパッチムがなく分かち書きがある。分かち書きは漢字をほとんど使わない小学校低学年以下が使用する本で見ることができるの。ちなみに分かち書きとは、その言語の特定の単位を明らかにするために単位と単位との間に間隔を空けること。これは渓谷語で比較すると、ひらがなイコールハングル、漢字イコール漢字とほぼ同じ文脈であるために見ることができる。説明するとしたらこういう感じかな。私の人生、祖国と民族のために。私の人生、祖国と民族のために。分かち書きがないとかなり読みづらいよね。発音の変換が多い渓谷語も、分かち書きがなければレポートを読むのが煩わしいのに、発音や表現可能な文字数が少ない日本語の場合はより紛らわしくなる。
だから漢字をほとんど知らない小学校低学年の本には分かち書きがたくさん入っているわ。ちなみに漢字に置き換えると分かち書きがなくても読みやすくなるの。私の人生、祖国と民族のために。また日本語にはパッチムという概念がないみたい。パッチムとはハングルにおいて子音プラス母音プラス子音などで構成される音節で、最後の音を表す子音または子音字母のこと。たまに警告人がんとつをパッチムだという人がいるけど、これは警告だけがパッチムと見ているだけで、日本ではパッチムと考えられていないみたい。投稿は以上のような内容となっていました。この投稿に対して警告ネットユーザーから様々なコメントが寄せられていましたので、一部紹介いたします。警告の反応。不法駐車が少なく路上が清潔なところは本当に見習わなければならない。ひらがな、カタカナがあるのになぜ漢字を使うのか理解できない。音読、訓読も同じ。言語に上も下もないが、日本の文字言語は本当に未開なようだな。日本はトイレがすごくきれいに掃除されている。デパートや飲食店のトイレにしても、使う人が不快に感じないようにきれいに整えられている点が日本はすごい。日本の新聞の文字の 70% は漢字で、実生活でも本はほとんどが縦書きされているので、警告人が見るには少し不便だよね。雑誌の記事も縦書きされている場合がある。水道水はいいよね。公園の水飲み場で普通に水を飲んでいる子供たちを見た時はびっくりしたよ。日本に住んで思ったこと。 1. スープにご飯を入れて食べることをしない。 2. 思わずキムチを探してしまう。 3. 地震への恐怖が消える。俺は日本の神社文化がとても素敵だと思う。ファンタジーとロマンがあるよね。紹介されていたものはどれもなくては生活に困るもの。普段から当たり前と思っているものばかりで、日本は恵まれているといったことがよくわかりますね。当チャンネルでは日本独自の文化についてはたびたび取り上げていますので、よければ他の動画もチェックしてみてくださいね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。